ライフセービング競技の三井ゆりかです。出産を控えていたのでシェアの YouTube のアップをお休みさせていただきました。シェアのメンバーにみんなに理解いただき、また応援してくれてる皆さんもありがとうございました。無事に11月30日に第一子を出産して、今日久しぶりに海に入ってきました。やっぱりまだ体が全然元の状態というわけではないんですけれども、やっぱり海はすごく、気持ちがいいし、運動することによって、気分が晴れてとてもいい気持ちです。応援してくれる家族にも、また待っててくれる子供にも本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今の目標はとにかく、いい状態に持っていって気持ちよくレースをすること、そして、その先に、自分が目標としていること、世界の舞台に戦えるように、頑張っていきたいなと思っております。これからまた YouTube の動画も、いろいろ工夫して皆さんに見ていただけるようなものをアップしていければと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いします。